広い LDK を作りたいっていうご要望がございましたので、2階の一番明るい場所をリビングで提案させていただきまして、長い敷地形状を生かしてご家族が独立した部屋を持ちつつ、集う時にはこの広い2階のリビングで集まって過ごしていただけるようにご提案いたしました。アトリエはまず荷物が運ばれる絵も大きいということで、1階の玄関入ってすぐのところに提案させていただきました。お客様が描かれた絵を家のどこにでも飾れるように、ピクチャーレールも付けられる壁には全てご提案をいたしまして、季節ごとに取り替えていただけるようにしました。インテリアのコンセプトとしましては、白と黒だけでインテリアを構成したいという強いご要望がありましたので、床は白い大理石調のタイル、イタリア製の高級な家具は黒で、重厚感がありつつも白い床に置くことによってとても清潔感が出て、すっきりとコーディネートできます。玄関と2階のエレベーターホールにとてもインパクトがある左官仕上げのアクセントの壁をご提案させていただきました。